はい、回りました回りました。皆さんこんにちは、私たちお掃除にと仙台クリアーズです。自己紹介します。副班長のりかです。班長のまゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は皆さん何日ですか。何日ですか。5月26日ということは仙台クリアーズの結成日です。イエーイ。おー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 。はい、ということでね、ということで今年は6周年を迎えることができました。ありがとうございます。皆さん本当にあ、ちょっとね、アクリル板持ってるからね。しかも透明じゃないからね、顔見えれないのね。で、はい、ということは今年 6周年目を迎えれたということで、次は7周年目に突入するということなんですけど、はぁ、すごいね。やばいやばい、7周年目なんかすごいね。で、その、まあ、最初のね、うちらの話をするとですよ、はい、まず小学3年生で、はい、小学3年生小学4年生だったんです、で9歳で10歳だったんですね、今何歳、今年何歳今年15歳です。私でも私16歳なんですよ。本当ですか、その見た目で。え、大丈夫ですか、その見た目で大丈夫です。小4ですか。大丈夫です。え、違います、あなた小2ですよね。はい、ということで今日はあの YouTube なので、ちょっと皆さんとちょっと雑談っぽくね、そうだね、今までのクリアーズのまあ振り返りという感じで喋っていきたいと思います、お願いします。お願いします。最後までどうか、そう、ちょっとつまんなくても、スキップだけはしないで、あのラジオ感覚で聞いてる。あ、そう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 。じゃあ、よろしく。まずは、はい、じゃあまず一人一人、その今7周年目に突入した感想をちょっとだけ言ってみこう。あ、そういうのは一番苦手なんだよね、なんかさ、苦手なの、そういうの。あ、じゃあ二人で振り返っていく。そう、それがいい、それがいい。あ、じゃあ、ね、そうしまーす。そうしまーす。じゃあまず、最初のステージはどこでしたか。ダーウィンです。ですね。ダーウィンさんです。ありがとうございます。仙台ダーウィンさんで、まあ、10人、なんかいたような気がします。そうですね。10人いたような気がするんですけど、はい、ね、そんな感じだったんですけど。そうね。まあ、最初は汚したくないくらいとか、絆連鎖とか、感謝ファンファーレとか、お掃除しましょうとかね、そういうところからやってってたんですけど、まあうちは当然ちっちゃかったわけじゃないですか。考えるのこれ、そう、まず眉は2ミリ、そう、2ミリだった。2ミリでした。あの YouTube にあの仙台クリアーズのさ、2015年のやつがあるから見てほしいんです。本当に小学4年生テレビ、あ、気まずい気まずい気まずい、ごめん。で、そうなんですよ、うん、最初はそう、なんか最初はなんか、アイドル、まあ、やってた自覚はあったんですけど、なんかそういう、まあ、それまでがちょっとおふざけっていうわけじゃないけど、なんか今まで以上に、まあ、自覚はなかったよね。そうだね、なんかなんてついてってるような感じだったもんね。そう、本当にお姉さんたちが多かったので、やっぱりそうやってついてってる感じだったので、まずマイクもあんまり持たせてもらえなかったし、ダミーマイク持ってたよね。そうそうそう、あの皆さん多分わかんないと思うんですけど、あの仙台クリアーズって昔から全部生歌なんですね。そうなんですよ。そうで、あのマイクがもう10人いったので、マイクの本数がいつも足りなくって、どのライブハウスさんとか、そう、ね、そのイベントとかでも、だから研修生のちょっと、まあ、名前を出すと、まゆとはのぞみりかって研修生ちっちゃい子4人いたんですけど、その子たちまあ全員ダミーマイクでして、まあ、歌えるのがあんまりなかったんですよね。そうですね。そう、本当に歌が下手だったのね。そう、あの、あ、大丈夫、あの、あのね、歌の先生にね、あ、いいよ、あ、いいよみたいな感じで言われて、あの、好きでこう、わーってレッスン中に歌ってたんですけど、あ、いいよいいよいいよみたいな感じで止められてるぐらいでしたね。そう、だから、本当にマイク持てるのもありえないんですよ、最初は。そうなんですよ。そう、だから、びっくり。で、そこからだんだんレッスンを重ねて、から、マイク持ってるようになったよね。そうだね。本当に感動したよね、最初は。うん、自分の声が聞こえる、やばい、聞こえる
ね。そう、うん、本当にそういう感じだったんですよ。頻繁に喉を枯らしてました私は、マイク持ってから、うん、でまず最初の段階で10人いたじゃないですか、うん、その時の思い出ってありますか。その時の思い出、うん、なんかね最初は本当にレッスン、レッスンみたいな、うん、もう週に何回、3回くらいあったかな、レッスンって、うん、3回くらいあって、うん、私小学3年生だったから、うん、もう毎日のように、え、毎日のように行ってて、うんうん、で私はね友達と遊んだっていう記憶がないの、ずっとクリアーズやってて、だけそれは分かる、うん、だからね、なんかみんな学校の友達とかが小学校あれで遊んだよねとか言っても、私ずっとレッスン行ってたから、うん、何それみたいなね、うん、ちょっとあれだったな。私もそうかな、うん、レッスン、あとその他にもクリアのレッスン以外にもやっぱ個人とかでお互いレッスンしてたので、うん、なおさら、まあ、友達と遊ぶ時間というか、うん、がなかったですよね。なかったね、あれ本当にね最初辛かったね、うん、曲全部覚えないといけないし、そう、あの最初は、うん、もう1日1曲とかだったんですよ、ね、覚えるのが、そうそうそう、ダンスの振り付けも必ずそのレッスン内で全部ダンスを覚えてみたいな感じ で、うん、であとは個人個人レッスンやって次発表しますみたいな、うん、一人一人やってもらいますよみたいな、うん、全然できなかったな私、うん、覚えるのできないの私ダンスね、そうね、そう、やってきたって何回か言われたのね、怒られちゃったあれ、まあそう、うん、そういうことですね、うん、最初はイベントも、まあ、その時は結構頻繁に出させてもらってたんですけど、うん、野外ライブとかだけどやっぱりイベントの回数重ねることによって、うん、やっぱ成長はするなとは思います。そうだね、あ、はい、じゃあ次、うん、次はまあちょっと飛んじゃうんですけど、うん、メンバーがさやかさん、ことみさん、ののかさん、りかまゆ、うん、の5人の時の思い出、うん、イヤホンガンガンゲーム、あ、イヤホンガンガンゲームスタートーよ、え、将来の夢何ですかってマイピが聞いた時に、あ、違う、マイピに、うん、聞いたのとさ、北海道おむつとか言っておむつとか言ってやりたいなあれ、うん、でやっぱりそうですね、うん、そのリカディが今言ったように、なんかそのクリアーズステージだけじゃなくて、うん、仲が良くて多分この2人見ればなんか異常なの分かると思うんですけど、うん、本当に仲が良くて、そうね、待ち時間とかにみんなでゲームしたりとか、うん、まあ、今も変わらずね、入先、うん、あっちもみんな仲いいんですけど、うん、本当仲良くて待ち時間もみんなゲームして遊んで、そうね、そうで、わざわざ手のかかる遊びとか、そういうイヤホンガンガンゲームとか、うん、してたね、してたね、うん、ちょっと申し訳なくなってくるよね、うん、そう、そう本当にファンの人には申し訳ないぐらい待ち時間も楽しかったんですよ、うん、そう仲良くてね、なんかねこうイベントとなんか1日に何個かのイベントをやる時があったよ、うんうん、何回か、うん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 、でその時にそのイベントとイベントの間のね空き時間とかが本当に その時間が楽しみで楽しみで、うん、楽しかった本当に、そう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 、うん、そうだ今思い出しましたもう何年前なの本当に、本当にすごい、だって6年だよね、やばいよね、すごいね、だって今年高1と中3で、うん、リカティアも今年受験生ですけど、あ、ね、頑張ってくださいって感じなんですけど頑張ります、はい、じゃあ次、うん、次はなんととても大変でした、そうですね、リカマユ2人での活動ですね、一番苦痛じゃないけど辛かったね、うん、一番辛かった、うん、うん、だけど前はリカティンだったからね、相手が、なんで今日そんなこと言ってくれるの、いつも言ってるでしょ、言ってない、なんかいつもリカティンみたいな言ってるじゃん、まあだけどそう思いますね、ありがとうね、うん、ちょっとエア握手しよう大丈夫はい、な感じなんですけど、いや本当になんか今までお姉さんばっかりについてってたし、う
よね。だからこそ、うん、2人でやらなきゃいけないことが増えたりもして、うん、全てがまあ初めてでした。そうだね、うん、こう前に出て、うん、マイク持って歌ったり踊ったりこう煽ったりするのとか、うん、本当にドキドキで、うん、え、これやっていいの、これやっていいのみたいな、ね、優柔不断が、そう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 、結構瞑想中だったね、うん、あなたたちあの時さすっぴんでやってなかった？いやメイクはしてたけど、してた、超薄いよ、うん、多分おそらく。お恥ずかしい限りでございます。恥ずかしい限りですよ本当に、うん、いやあの続きは本当に大変でしたね、うん、なんか全てが、まあ、一からスタートっていうとあれだけど、なんかもう全部ガラッと変わって、うん、もうさ、その時は2人で活動が NG だったんですよ、クリアージ自体が。そうだね、だからリカメン2人でイベント出ることもできないし、うん、だから川越クリアージさんとかそういう侍のメンバーにね、うん、助けられて、ありがとうございます本当に。本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に、だからなんか毎回のように川越に遠征したりとか、うん、逆に川越クリアさんが仙台に来てくださったりとか、うん、本当に、ね、大変でしたね。あの期間乗り越えられたことが本当に未だにすごい。うん、あのなんか急にさ、うん、そのメンバーの。そうね、あのメンバーの、 あの平均年齢が、ありがとう、平均年齢がさ、うん、下がったじゃない、うん、今までなんかこうお姉さんたちがいたから、うん、すごい大人なグループに見えたけど、うん、亡くなってからもう小学生のグループみたいな感じになっちゃったから、ちょっとやっぱり年齢でも悩んだよね、私たちまだちっちゃいから応援してくれる人もあれだねみたいな。そうずっと喋ってたね。もうリカマユの2人でのちょっと活動の時は、うん、本当になんか2人で泣いてたぐらい本当にいろいろ悩んだ時期で、うん、ファンの人ももちろんのこと、うん、やっぱりできる曲数とかもね、うん、ちょっと鍵、まあ2人なのでちょっと歌割りとかも ね大変で、うん、やっぱねいろいろ大変でしたね。大変だったね、びっくり。びっくり、うん、でそこで、まあ、あっちーとみそらちゃんが入って4人になって、うん、まあ一旦ね、だけどその時も本当に一番上の立場として引っ張っていくっていうのも初めてだったから、うん、だよね。そうだね。でそこからまた3人になって今に至るわけですね。うわすごい、なんか歴史って感じする ね本当にすごい。だって、うんうん、すごいよ本当に、うん、頑張りました。なんかある言いたいこと、言いたいこと、うん、え、はい、頑張りました、頑張りました。そうですね、頑張りました。今ねコロナの状況で本当にイベントとかができなくて、そうね、そう今はそれが一番嫌だな、うん、本当はね、6周年ワンマンしてね、そうそうそう、みんなとわーってやりたかったんですよ、うん、本当ね、うん、だってリカティンと会ったのも1ヶ月ぶり。そうだね、お久しぶりそうですよそうですね、本当に、うん、1ヶ月もっとかな、1ヶ月半、2ヶ月くらい、1ヶ月半とか2ヶ月、うん、もうちょっと経つぐらいの勢いで、うん、まあ、レッスンもできてなくて、うん、そうなんですよ ね全部お久しぶりなんですよ。お久しぶりです。今いつライブができるなら、うん、そうオンラインとかでも、うん、ね、本当はやりたいんですけど、うん、なかなか ね、 そうね、まだ進んでいなくて申し訳ないです、申し訳ないです。だけどやっぱり、うん、そのいつかね、まあ、コロナはなくなりますけどいつかは、うん、だけど本当に今もまだコロナがね全然落ち着いてるとは言えないので、うん、そうですね、そう頑張ってここを乗り越えるしか、そうですね、ですね、私たちが2人でやってきたように、うん、やったように、うん、今を乗り越えましょう。そうですね、頑張りましょう。はい、それではなんか仙台クリアーズの目標とかあるんですか、班長。はい、
ですね、仙台クリ、ちょっと持ってみます。あ、わかりました、はい。仙台クリアーズの目標はですね、うん、多分仙台クリアーズの班長副班長もね発表するときにもお伝えした通り、うん、ワンマンライブで100人ですね、はい、目標は。そうですね、まず、うん、ワンマンもそんなねコロナだったからかもしれないけど、うん、たくさんできてもいないので、うん、ちゃんとね人をたくさん呼んでみんなで盛り上がれるライブができるといいなと思います。思います。はい、で今年はやっぱりリカティンが受験だったりとかね、ちょっと、うん、結構他のメンバーも多分結構忙しくなる年で、うん、そうだね。そうですね、まゆも高校生になってちょっと忙しいんですけど、まあ、ここをね、うん、みんなで乗り越えて、まあ、私たちの目標である10周年目までそうですね、うん、できるといいですね。リカマユの目標だもんね、10周年の。もう半分終わったんだよ。うん、長いけど、うん、うんね、そうね、うん、まあ、リカ前の目標である、まあ、10周年はね、うん、ちょっと頑張っていきたいなって。そうですね、はい、ありがとうございます。皆さん本当にいつも、うん、本当に皆さんがいての私たちの、うん、感謝。鳴らす鳴らす感謝はバレたから、かに鳴らすよ、そばにいるよ、一緒に笑おうね、全部に。久しぶりに歌いました。なんかもう本当に踊らなすぎて、うん、振り忘れてんじゃないかなって心配になる、うん、忘れないで。いや忘れてないよ、歌も立ち位置も忘れそうになる。私感謝ファンファーレ一番やりたいな今。うん、わかる、うん、届け。ビビビもやりたいですね、届け。はい、そう、はい、まだ話しますか、ちょっとだけ。いや、リカティンはなんかない、他に目標、今年7周年目でやりたいことみたいな。7周年目でやりたいこと、みんなでメンバーでイベントでもいいし、その待ち時間の遊びでもいいし。やっぱり、うん、なんだろうね、今さ仙台クリアーズ楽器での応援なんですよ、うん、ライブ中、ね、あのパフパフとか聞こえるんですよ、うん、タンバリンの音とか、ね、あの愉快なんですけど、うん、いやそう愉快なんですけど、うん、やっぱりあの宮崎ちゃんがね、うん、今年の入って、うん、やっぱりあの二人はまだこの歓声のみんなの大声とか、うん、私たちの大声で、そうね、あのできるライブをまだ体験してないわけじゃない、うん、だから私はいち早く二人に体験してほしい、あの最高 な、うん、な空間をね、うん、時間を体験してほしいし、私もやりたいし。そうですね、本当に皆さんの声を私たちも本当に聞きたくって、うん、いつもねタンバリンとかね皆さんも絶対声をもう出したいと思うんですけど、そうですね、本当にコロナの影響でね、うん、ちょっといろいろできなくなってしまっているので、うん、今年はね、はい、なんとか皆さんの声が聞きたいなって思います、はい、思います、はい、ということでね、私たちも7周年目突入ということで、ちょっとね副班長と班長ってみんな引っ張っていきましょう。はい、ということでスクショタイムしましょう。え、マジで、うん、YouTube で、うん、ピコンやろ、ピコン。はい、はい、ということで皆さん7周年目も応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後の挨拶しましょう。はい、以上、私たちはソージェニーと仙台クリアーズでした。バイバーイ。バイバーイ、ありがとうみんな、バイバーイ。